くぞ。
キリト、ありがとう。
えよ。いや、王子様は行っちまったのか？あんたは。だからさ、そう身構えるなって。別に取って食ったりしねえからよ。オレンジギルドが私になんのよ。おめえ、いつまであのビーターと組んでるつもりだ？あんたには関係ない。俺の推測が当たってるとしたら、おめえはそろそろ自分の正体ってやつに気づいているはずだ。違うか？オレンジホラーのフィディアさんよ。この前から何？フォローとかよくわからないことを言って。だからさ、おめえとあの王子様とじゃ住む世界が違う。別に言葉のあやとかじゃなく、そのまんまの意味でな。おめえは所詮影の世界、そう、フォローエリアの住人なんだよ。俺たちは、そう、人じゃない。私は。じゃあ、なぜおめえはあっちに帰れないんで？私はお前らとは違う。私は人間だって。ただ認めたくねえだけだろ。自分が人じゃないって。俺らと何も変わらねえよ、おめえは。ふぅ、その表情、いいねいいね。思わずよだれが出ちまうよ。だから何だって言う？キリトは私のために。おめえのため。ねえ、本当にそう思ってるのか？こりゃ傑作だぜ。どういう意味？あいつはホローエリアにある新アイテムや新スキルに興味を持ってんだ。おめえは、そう、便利な案内人ってとこか。わかる？嘘。嘘よ！そんなこと。そんなことない。キリトは会ったばかりのやつに命を張って助けるってか。ない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 。自分がしたことをもう一度振り返ってみな。あんたどこまで知ってるの？おる。残念ながら全部知ってんだ、おめえがやったことは。だからどうして、なんであんたが知っている？はあ、なんで知っているかって。んなことはどうでもいい。大事なのは俺が知っているっていう事実だ。敬意とか理由とかそんなもんは聞くのが野暮ってもんだろう。で、本題だ。この前も忠告したじゃないか。おめえ、このままだと死ぬぜ。なんで？おめえだけじゃねえ。俺も、ここにいる他の連中もみんな、ゲームオーバー。意味がわかんないし、そんなこと、信じられるわけがないじゃない。あの男、キリトとかいうビーターはこのホローエリアで確実に強くなる。向かっ腹が立つ事実だが、
あいつが百層をクリアする可能性はかなり高い。そうなったら、フォローエリアにいる俺たちはどうなると思う？知らないわ。少しは考えろよな、その足りない頭でよ。 SAO の世界がなくなった時、俺たちがどうなるか想像くらいつかねえか。まさか。そうだ、おめえの思った通り。 That's right! SAO がクリアされれば、データである俺たちは消える。さっきも言った通りのことが起きるじゃねえか。だからさ、俺たちはあいつに殺されるってことだ。違う、キリトはそんな、私たちを殺すなんて。さっきも言ったろうに、理由や過程はどうでもいいんだ。結果がどうなるかなんだよ。あいつがやったことで俺たちが死ぬ。俺はそれを止める。だってよ、死にたくねえしな。だからおめえの力を借りに来たんだぜ。私にキリトを裏切れって言うの？なんなん、なに、ちょいと誘い出してくれればいいのさ。おめえは何にもしない、何も知らない。まあちょいっとことが終わるまで邪魔しないでもらうってことだけだぜ。別に殺すわけじゃない。あとは勝手に物事が進むだけだ。そんなことできるわけないでしょ。あいつの強さは知ってるんだろ。大丈夫、あいつならきっと生き延びる。死なずに俺たちと同じ世界の住人になるだけなんだから。私たちと同じ世界？そうだぜ、よーく考えてみろよ。このままあいつと別々の世界で誰にも知られずに死ぬか、あいつと同じ世界の住人になって永遠に存在し続けるか。次に会った時、返事をくれ。キリト、キリト、私、どうすればいいかわからない。キリト君、フォローエリアの攻略ばっかりだよね。違うよ、違うけど少しそうかも。たまには攻略忘れて私と遊んでくれてもいいんじゃない？
うだな、のんびりできる感じのところがいいかな。海、そこって砂浜を散歩したりできるのかな。それって結局探索になっちゃう気が。うん、なんでもない。よし、そうと決まれば早速出発だ。私は私で管理区をずっと調べてたから、本当に来てくれたんだ。ちょっと鬼、キリト君、紹介してよ。鬼って、あんたもしかしてそういうプレイが好きなの？実は私、正真正銘キリト君の妹なんです。どう見ても似てないんだけど。それはちょっと事情があって、アバターが。ふーん、まあいいや。じゃあこれからよろしく、リーファ。よろしくフィリアさん。フィリアでいいよ。大丈夫。大事なお兄ちゃんには手を出さないし。そんなこと別に。よろしく。Thank you.
が海岸エリア。本当に海があるんだ。砂浜もちゃんとあるんだね。私ちょっと向こう見てくる。これってなんだろう。本当だ。ねえキリト君、なんか気にならない？探してみようよ、この上に置く何かを。もしかしたらクエストなのかもしれないし。キリト君、見つかった？見つからないね。でもこれだけ探したら何か出てきてもいいと思うんだけど。あ、今の何？ねえキリト君、もしかしたら。よし、それなら行ってみよう。それよりこの敵が持ってたアイテム、大きな石像だね。すっごくリアルな剣士だよね。今にも動き出しそうな感じ。やっぱりこれはあの台座の。でも一体だけだとなんか寂しいね。あ、そうか、もう一体がこっちに立っていればちょうどいいもんね。でもこの辺りは随分探したよね。そっか、
そうかもね。他のエリアか。本当？約束だからね、キリト君。はい、小指出して。でも私はすっごく楽しかったよ。キリト、今日一緒に行ってもいい？うん、今日はキリトと一緒に探索したいなって朝から思ってたんだ。ありがとう、キリト。何？何？